近くに置いとくわけですよ。そうするとね、自然ともう小指のところ8になってるわけですよ。だからね、そこにえいって動かしちゃうの、人差し指を。えい、そうでね、これ見ないでやってほしいんですよ。そう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 、そう、あそこカメラ見てるからやればそういうこと、そういうこと。普段見ないでいけるんですよね。そう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 、これのまず練習をするでしょ。